私たちは秋田のスポーツを応援しています。頑張れ秋田。先月行われた第44回東北中学校スケート大会スピード競技、男子 1000m 優勝、そして 1500m でも準優勝をするなど輝かしい成績を収めた土関中学校3年佐藤天馬選手にお話を聞きました。 1000m、1500m というと、はい、スケートでは中距離、短距離、まあ、中距離です、ね、中距離、はい、佐藤君は、はい、まあ、長距離と中距離だったら、まあ、中距離の得意分野というか、まあ、中距離の方が、はい、スケートをやってる中で、はい、一番楽しいなって思う瞬間って何かありますか？もうものすごいスピードで滑ることですかね。速く滑ることによって見る景色が違ってくる、世界観がなんか、まあ、新しい感じで楽しいなって。で、あのスピードもやっぱコーナーに突っ込んでいくじゃないですか、はい、でコーナーでこうやってクロスして入っていくわけでしょ、はい、曲がっていくわけじゃない、はい、あれってコツとかあるの？コーナーで体を持っていく、うん、そしてこうつなげる、でしっかり体は進行方向に向かって、うん、もう本当に進む感じで、でもうそれで行くと速いし、まあ、そのフォームも維持できる。おー、レース中の、まあ、レースに向かう中で、はい、佐藤選手なりのルーティーンって何かありますか？しっかりもうレースのイメージを浮かべて、うん、自分はもうこれで滑るんだ、これで行くんだって感じで、本番ってなったらそのイメージを持っていく感じです。自分でやることをレースでやって、まあ、相手のことは気にせず自分のこれをやるんだってイメージでそれを最優先にして滑っています。なるほど、はい、といったらまだ中学校3年生で、はい、まだ大会が大会、はい、あります。残ってるじゃない、はい、中学生活のラストを飾るべく、はい、そこの設定している目標は何ですか？もう先輩たちと共に国体で優勝することです。わー、高い目標でいいね、はい、やっぱりね、はい、素晴らしい。で、おのずとその先には日の丸もっていうのは目標にしてますか？はい、してます。あ、さあ、そんな佐藤選手にとって、はい、スポーツの力とは、自分が思うスポーツの力とは、自分の新たな扉を開く力だと思います。本当に中3か？中3です、はい、中3です。スポーツの力。